ババンちょっとね、中身はもう組み立てちゃったんですけど、ガチャ回してきました。バーン今回回してきたのは、1回500円のガチャガチャです。ただ500円だけどなぜ回したかっていうと、まあ見てください。こちら、チンマリ琥白卓っていうね、大キアコレクションってやつなのかな出来のいいフィギュアなんですよ。まあアーティストフィギュアって感じかな。で、回した理由としては、出来がいいプラス、 ハズれがないんだよね。あの、めっちゃ当たりもないけど、まあ、当たりないっていうか、全部が当たりっていう感じ。あの、塗装してあるやつと、塗装してないやつがあったりするじゃん、大体。そういうのがないのがいいんですよね。どれが当たっても OK。もう全部いい。なので、一回回してきました。4種類あるんだね、こんな感じで。はいはいはい。で、こんな感じで組み立てるんだけども、も組み立てたらガチャに、このカプセル、結構大きいカプセルなのに、 これに入らなくなるぐらい大きいんですよ。そのアーティストフィギュアが500円って激安なんだよね。まあ一応、あ、大器アじゃないね。大器アか。はい。大器アまあ狐を中心にね、いろんなね、あの、もうフィギュアを作ってるのかな。あとか、麺こあ、麺こじゃないや。あの、お麺みたいな。とか作ってるのかな。はい。で、今回当たったのは、で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 、ーン この子でした。どうこのクオリティというか、この大きさとこの質感の良さ、重いんですよ、めっちゃ。この子はね、荒玉くんですね。はい。気象は荒いが人懐っこいのでよく突進してくる。原石で染め上げたような体を持つということでね。はい、素晴らしい。まあ、組み立ても簡単でしたし、まあ、ちょっとね、手間はかかるけどね、確かに。うん。 この隙間とかもっとちゃんとはめればいけるんかもしれないけどどうですかこれ,これ重さがやばいあとこの大きさねこれはいいなあのねこれね耳はまあ耳も多少取りやす,取りやすいんだけど僕のねやつはこの尻尾のこの煙みたいなのがすごいポロポロ取りやすかったので今回接着しちゃいました 今回ね、接着に使ったのは、一応これ使ってみましたね。セメダインの ABS 用ってことで、まあ、ABS 樹脂製プラモデルとかに使えるみたいなんだけど、これ使ったんですよ。プラプラモっていうか、プラスチックだったらこっち使ってるんだけど、今回これ使ってみました、一応。はい。あ、樹脂だ。こっちはなんか、プラスチックとはちょっと素材が違そうだったんで、こっちを使ってみました。黄色い方。 まあ一応ね、取れなくはなったんで、まあ一応いいかなみたいな。まあ何でもいいんだろうけどね。ちょっと接着すればすぐついちゃうから。元がね、そんなに外れないからね。はい。まあ、ポロポロね、取れるところは基本接着しちゃいます。遊ぶとき取れちゃうんでね。耳も多少取れやすいんだけど、まあでも大丈夫かな。どうこれ。このアーティスティック、アーティスティックですね。このフィギュア。しかもね、めっちゃね、 立ちがいいんですよね。重さもあるし。これはいいフィギュアだよ。これ500円はね、素晴らしいと思う。こんな感じで、大凶やって入ってるし、足が結構開いてるから、立ちやすいんだよね、うん。こんな感じで遊ばせ、遊ばせ方って言ったらね、まあ公園とか持ってってこういう風にね、写真撮るのもね、いい感じに撮れると思います。あの、立ちがいいから、いろんなところで写真撮るときにね、 なんか、楽ですよ。うん。あ、そうそう。これも持ってきたんだ。今日動画撮るにあたって。あの、アニマギアのね、割と新しい最新かな新品のね、ドンキで買ってきましたよ。触玩コーナーで。で、組み立てました。まあ、ちょっと前なんだけどね。こういうのとかで組み合わせて遊べるっていうね。乗れるかなあ、乗れるっちゃ乗れるな。あ、でも、あ、ちょっと股のパーツが、ああ、 これね、あの、ちょっと乗るのは厳しいかもしれない。まあ、こんな感じで組み合わせで遊ばせられますということでね。はい。まあ、なんでもいいんだけどね。何とでも合わせられる。どし、ーみたいな遊びもできます。一回500円だけど、これはね、いいと思いますよ。あの、ガチャ運が最近ないなって人も、まあ、何が当たってもお得です。お得っていうか、当たりだからね。カラー青い。改ま。 ね薄らビとかかっこいいしね。これ黒もいいよね、必須。うん、これはね、ただダブルときついからなもう一回回すのはちょっと厳しいけど。これ言うんだったら一回500円で全然 OK ですね。外れなければ。500円で外れたり、一個で遊べないとかになるときついからね。こんな感じです。そう、近所のガチャコーナーで回してきましたよ。うん。よかった、近所にもあって。 また最近も新しい500円ガチャとかなんか出たって話聞いたし、まだね、いろんな気になってるガチャもあるし、あとまだ回してきたけど、紹介してないガチャもあるんでね。いや、またコスモス自販機とかもやりたいな。コスモスのね、商品が欲しい。本物っていうか、コスモスのロゴとか入ったやつが欲しい。ミニカーとかさ、チョロ Q みたいなやつ、チョロカーか。とかコスモスロゴのね、おもちゃ欲しいですね。今ね、頑張ってまた探してます。はい。 まあ、ヤフオクとかね、メルカリで買っちゃえば楽なんだろうけど、そうじゃない形でね、ゲットしたいですね。格安に。ああ、いいね。やっぱ、狐っぽいよね。これ狐なの狐なんなのこれ。可愛い,い。神様をイメージして作り。まあ、だから、あれが特に何言ったわけではないんだね。もう神様ですね。だから、これね、身近にいるか、いいよね、身近にこんな子がいたらね、なんか、 なんか頼りになる感じするもんね。可愛らしいし。身近にいてほしいよ。じんまりと。ちょいんって。はい。ってことで今回はガチャ開封でした。それではまた。バイバーイ。